ブガレージです。今回の動画はボール盤の入れ替えをしましたので、その様子をお届けします。今まで使っていたボール盤はグレートツールっていうビバホームなんかを運営するアークランズっていうグループが出しているブランドのようです。これの 13SP というモデルになります。当然のようにこのボール盤も中古で購入しているんですけれども、割に早い段階でこのボール盤は購入しました。スライド丸のこの後ぐらいでしたっけね、その時はですね、どうしてもボール盤が欲しかったっていうわけではなくって、中古工具屋さんを覗いていたらたまたまこのボール盤が5000円で出ていたので買っちゃいました。で、こちらの新しいボール盤はですね、両備の TB2131 っていう、グレートツールのボール盤よりも一回り大きなものになります。スイッチを入れると少し音が大きいような気がします。ベルトが緩んでるのかわかんないんですけれども、ちょっとこの辺を確認していきます。このボール盤もですね、知り合いから使ってないんでっていうんで安く譲っていただいたんですね。なのでこの今まで使っていたこのグレートツールのボール盤に不満があるっていうわけでもないんです。こうしてスペックを比較すると両備のものより出力は少し小さいんですけれども、私が扱う鋼材や木材で穴が開かないわけでもありませんし、ただですね、このテーブルの昇降ですね、これがものすごく煩わしいんです。で、こちらはラック&ピニオンっていうんですかね、この機構がついてますので昇降が楽にできます。あと少しだけ嬉しいのが、懐のサイズですね。両備が125でグレートツールが105で2センチほど大きくなってます。テーブルのサイズに関しては、こんな風に板を乗っけてしまいますので、どちらも同じですね。そんな感じでとにかく作業台に固定してみようと思いまして、こうして運んだんですけれども、これがまた重いんですね。で、マニュアルを見たところですね、これの重量34キロありました。こんな感じに設置するわけなんですけれども、この昇降ハンドルですね、これ今までなかったんで気がつかなかったんですけれども、台に当たってしまうのでこんな感じに切り抜きました。あとちょっと気になったのがですね、このラックが緩いんですね。なので昇降レバーを回すとグラグラするんですね。で、これを直したいんですけれども、この輪っかにですね、ネジ山が切ってあるんですけど、ちょうどこれ M6 のネジなんですけど、差し込んでも途中までしかいかないんですよね。で、こう輪っかを上げてみると、コラムにですね、押さえた跡があるんですよね。だけど、ネジは途中までしか入りませんし、これは一体どうなってるんだと思って、やりたくなかったんですけれども、このヘッドを抜いてみることにしました。これ多分ですね、このボール盤の重量が34キロなんですけれども、このヘッドだけで20キロぐらいあるんじゃないかなと思います。ものすごく重くてですね、この辺で力がつきました。それでちょっと気を取り直してですね、一回チャレンジしたら、なんとかここまで持ち上がって無事抜くことができました。でですね、外した輪っかを裏側から見ましたら何か入ってるんですね。で、これもしかして芋ネジじゃないかなと思って六角レンチで回してみたら案の定回りました。この芋ネジで押さえてるんですね。ネットで分解図が見つかればこんなに苦労しなくても済んだんですけれども、こうしてクランプで押さえて上から軽く叩いて
芋ネジを締めて、潤滑油を拭いて、こんなにスムーズに動くようになりました。ぐらつきもなくなりました。ベルトのテンションもちょっと緩いかなっていう感じなので貼り直しておきます。いくらか静かになったような気がします。それでですね、どうせだったらチャックも変えてみようかなと思ってヤフオクを見ていたところ、こんなキーレスチャックっていう、あの手で締められるチャックですね、こんなものがあったので買ってみました。これはですね、雪輪製鋼の LC13-JT6 という型番のものです。でこの両尾のボール板のですね、あの主軸のテーパーがジャコブステーパー6っていうものなんですね。このチャックも JT6 なので、あのテーパー形状自体は合うはずなんですけれども、ここにですねアーバーが刺さっていて、でこっちの先の方のアーバーはモールステーパー2なんですよね。で先ほどあの木工旋盤のドライブセンターと比較してますけど、全く同じ形状ですよね。で今やってるのはですね、このアーバーを抜くとジャコブステーパーのメス部分が出てくるので、このアーバーを抜いてボール板に取り付けようと思ってます。ところがですね、このアーバーが全く抜けないんですね。ネット上なんかを探してみますと、軟鉄をですね口の方から突っ込んで叩けば抜けるよみたいな情報はあったんですけれども、そもそもこの商品はですね貫通してないようなんですね。でチャックの方が抜けないならボール板の方の主軸を抜けないかと思って、一生懸命今やってるんですけれども、でそもそもですねこの主軸が抜けるよっていう情報は説明書にもありませんし、仮に抜けたとしてもその先がモールステーパー2になっている保証は全くないので、これは途中ですぐ諦めました。でこの買ってしまったチャックは無駄になるかというと、そんなことはなくて、ちゃんとこうして木工旋盤で使うことができます。こんな感じにですねドリルをセットして、ドリルじゃなくてもザグリビットとかでもいいんですけれども、あのグイの実なんかの、あの穴掘りの下穴を開けるのにすごく役立つはずです。はい、負け惜しみでした。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。